はい、皆さんおはようございます。たい平ガロ TV です。さあ今日のガロ TV は、部屋を掃除してたら出てきました。これ、コウメ太夫ストラップ、ボイスストラップ、これをちょっと今日はね、久しぶりに開けてみましょう。これコウメ太夫が、コウメ太夫さんが喋るんですよ。これボタンですね。このボタンを押すと喋り出します。コウメ太夫ストラップ、チックショーっていうわけですね。チャンチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャンで、この辺がキラ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 光るわけですね。これダイソーで売ってました。これ今はこれないですね、当然。ダイソーで当然、100円で売ってました。100円プラス消費税で売ってました。これいつのですかね。2006年って書いてありますね。2006年、2006年ということはもう14年前に買ってきたやつですね。はい、対象年齢6歳以上ということでね、5歳はダメなんですかね微妙なところですけどね。製品の表面についているボタンを押すと小梅太夫が喋り出しますということで、電気がねピカピカ光って小梅太夫が喋るという、この小梅太夫ボイスストラップ、では早速ね電池を交換して押してみたいと思います。あれ、これおかしいですね。うんともすんとも言わないですね。これ押してもどうなんだっていうんですかね。ちょっと分解してみましょうか。電池は大丈夫なんですけどね、今変えたばっかりなんで、ちょっとね、ちょっと分解してみましょう。これを開けて、あれどうなってんですかね、これ。あ、これ赤い線切れてますね。これ赤い線がここに繋がってなければいけないですね。あ、これ線切れてますね。あ、線が1本、あ、2本切れてますね、これ。あら、これはちょっとどうしようもないですね。これちょっと素人には無理ですね。こんなに精密な機械になってるとは思いませんでしたけども、うまいことハマってましたね。あら、これ、ダメじゃないですか。ちょっとこれは、治りませんね。ちょっとせっかく見ていただいた方には申し訳ないですけど、何よりの宝。